がスプレイするエステルなりでございます。時刻は7時何分23分ぐらいでございます。雪が降ってます。すごく、いやー、外の景色をねご覧いただいてね、唖然とすると思うんですけども、かなりの大雪でございます。まあまだ、まあ、大雪っていうにはちょっとまだ雪の量が足りんなとは思いますけどね。さて今回向かわせていただきます場所は登別温泉でございます。2011年の5月に一度行かせていただいた場所なんですけども、改めて今度は冬に行こうと、考えた次第でございます。高速道路は使わずに下を通っていくんでご安心くださいませ。ではレッツゴー。いやー、小学生もねまだ8時にもなってないのに通学ですよ、この雪の中。あ、ちなみにですけども、今私ワイヤレスマイクを使って収録をしております。一度も試したことないです。これで本当に撮れてるのかどうかっていうのは定かではないんですよね。なのでもこれ撮っているとしても完全に無音の可能性もあり得るんですね。どう？聞こえてる？これ聞こえてなかったら帰り道でこれをやるよ、このネタやるよ。でなきゃね意味がない、せっかく撮ってんのにね。で基本的にルートとしてはこの36号線をずーってまっすぐ行くだけで室蘭本線に出ることができます。でその室蘭本線をバーって進んで途中で右に曲がると上り列です。簡単でしょ。まあ高速で撮った方が早いんだけどね。今回はネタのために下通ってんのと高速道路が通行止めなんだ。千歳は吹雪いてるらしい。AV シティ DVD コレクション、おおこんな露骨な AV ショップ久々に見たな。いやー、千歳に入ってから相当渋滞してんな。時間が時間だからか、8時38分だもんな。これ10時ぐらいに到着できるかなと思ったけど、なんか難しそうだな。今ね、アップルウォッチがスタンドの時間ですって言ってんですよ。立てるわけねえだろ。お、お、JR 快速エアポートだ。この時間本数多いはずだから。ここを左に行くと新千歳空港でございます。あのランプを通っていくんですね。でも時刻は8時52分もうすぐ9時、残り1時間では到着しないですし、11時ぐらいになりそうだなこれ。はぁ、混んできたな。いや、こんなに混むんならちょっと帰り道を考えないといかんね。うどない子、早く来てくれ。ダメだ、早く行けないんだ。1キロ先に進めない。止まっちゃう、止まっちゃう止まっちゃう。ああ、信号だったやっぱり。